Ikebana history is 550 years. Headmaster is about 7th century. So, long time ago. We always use many flowers. I love many flowers, but especially I love the shobu. I love the flowers, I love the forest, I love the nature. I want to hear about that voice of the flowers and the trees. Flowers and the trees is my friends. So that's why I'm doing the Ikebana. I'm doing more than 40 years right now. But I'm still young in this world. So the cherry blossom is the image of Japan. And these flowers, yellow and the kind of the blue, and is the image of the Swedish. I never been to the Uppsala. I'm going to look around the many trees and the forest. Maybe I can find some good materials out there. I wanted to go. Right now. Uppsala, here I come.2006年、輪廻の300年祭があり、ウプサラの皆さんといろいろなお話をしたりしているうちに、おしべ、めしべ、つまり輪廻がその、システムを考えた、あのことを考えていくうちに、やっぱりそのおしべとめしべの力によって、そして次の世代に命をつなげていくという最も大きな意味のある存在であるっていう、ただ花の美しさを描くということではなくて、花が秘めている宇宙の中に生き続ける、存在し続ける、そのパワーとエネルギーを絵の中に込めたいと思いました。ウプサラに行くのをすごく楽しみにしてます。花の生命力を立体で表現してみようかと思っています。これはその一部です。小原流は1895年に小原雲心という初代の家元が創立した流派になります。日本の春をテーマにした花々を使っています。一番大きな材料は桃です。桃は非常におめでたい花として我々には昔から親しんできましたので、今回使いました。いけばなっていうのは自然っていうものとすごく密接に関係してきているので、スウェーデンの方々が今まで見てこられた自然の風景っていうのを日本のいけばなを通して表現されるっていうのはすごく面白いことだと思います。ウプサラ大学での作品っていうのは、テーマが、現代アート、モダンアートと植物っていうテーマだったので、花、自分の手を通して感じる植物のエネルギーっていうものを表現したいなというふうに思います。スウェーデンで何か知ってること、あ、ズラタン・イブラヒモビッチ。それではウプサラでお会いいたしましょう。